じゃあ結局ね、キリストのね、ついてた位っていうのはね、天皇やったんですよ。だから処刑されて。なんでかって、そう、稲荷大神官天皇に、世界中の悪道霊を表現させて、その上で処刑するっていう。そういうカニバリズムのね、儀式用のね、位やね。天皇という位は。犠牲用のね、生贄用のね、位なんですよ、天皇ってそもそも。で、稲荷大神官の位やねん、天皇って。知らんかった?みんな。なんか変な位の名前やなと思ったことない?みんな。そんな儀式が復活すんのもなんか見たくもないし。で、うちもなんかそんな、とばっちり食らったりするし、嫌やん、そんな。ところがね、そうやってね、延々と生贄用、まあ、ね、まあ、天皇って生贄になるわけやから、天皇になった人がね、悔しがるやんか、その。なんだ、なんだ、お前と結婚できたら、ヨハネ黙示録成就して、お前と結婚できた、お前の夫になったとと、なんで処刑やねんって。やめろ、やめろ、ってな。などか、砂漠だに。えろ、エリアンな。エリアンどこに行ったエリアン、俺なんで処刑なんだわ。エリアンっていうのは、まあ、あのバビロン女王のこと、エリアンうちのことです、ね、バビロンの、ね、中心がエリアっていうね、郊外がバリアっていうね、合わせてバビロン。じゃあ、あの天皇はバビアン、ラビオバビ。天皇のこと。で、イエスキリストはバビの位についとって。で、うちロンやんかって。ロンって、まあ、エリアンね。エリアンはエリアンね。エルメス城ですよ。アトランティス城ですよ。ペルシャ城ですよ。あ、ドイツ女帝です。めんどくさい。ローマ状態。ね、だあ、めんどくさいよ。中東黒人アラム族女王アルマ。黒人バージョンもある。どっちみちね、黄色人種でもね、この肌色がね、元やから。こっから白人なり黄色人種なり、黒人なりに分かれていったんで、この肌色から。何転がしてんの、あんたら。何盛り上がってんの。あ、祭りそれ。あれだんじりごっこ。猫が何かを転がしている。聞い散るな。で、まあまあ、猫、猫型、何て言ったらいいの、猫人っていうかな。だから、天皇の残骸なのかな、猫って。思い出したくないんやろね、猫たちは。かつて天皇だってこと。でもね、その、結局その、もう、人間同士の根結をね、難しくする1000年間って言ったやんか。それが666ってことね。男の人の遺伝子が666つけられたら、子供作られへんねん。性欲もなくなるんちゃう。で、女の人の遺伝子に今度999つけられたら性欲なくなんねん。メーテルみたいに。子供作られへんようになんねん。メーテル子供作られへんねん。999やから。厄介やね。その666も999も三つどもえと関係あるんだよ。あちゃーん。ところが猫になってね、メパチ系とメホソ系がおるやんか。エルメス系とヤマト系がおるやんか。で、そこで春菜系の猫もおるわけ。じゃあ、日本の猫って春菜系の猫になりやすいよね、前はね。で、そこでね、春菜系になったからってすぐ人間復帰もできへんけど、もうむちゃくちゃやっちゃうし、猫たちは。
猫人たちは。そやけどね、まあ、猫に退化した上で根血なさるならそれはどうぞご勝手に。